日本東北地方秋田県秋田市土崎港、セリオンより土崎港を望む土崎新名社零祭、大宮発電所、跡地被分、明治34年、大宮栄治が大宮発電所を改良し、この地に火力発電所を建設した。これが秋田の電気事業の始まりである。燃料は石炭を用い、60キロワットの電力供給を開始した。供給範囲は、 土崎柳町新地、大工町、通り町、茶町、大町など14町にわたったと伝えられている。土崎空襲の爪跡を今に残す、首なし地蔵、恋人の聖地認定記念モニュメント、結び石土崎港は、秋田県秋田市北部の地区。単に、土崎とも呼ばれる。土崎港北一丁目の七丁目、土崎港中央一丁目の七丁目、 土崎港西一丁目の五丁目、土崎港東一丁目の四丁目、土崎港南一丁目の三丁目、土崎港国母町と、住居表示未実施の土崎港三倉町、土崎港下浜町、土崎港総善町、土崎港古川町がある。人口は2万1310人。以降、本校では土崎と表記し、 1941年4月1日に秋田市へ編入された旧南秋田郡土崎港町についても合わせて解説する。秋田市の中心部から北西約7キロメートルに位置し、市内では比較的人口が多い地区である。主に住宅街となっており、秋田市北部市民サービスセンターがある。また、重要港湾の秋田港を用し中心には、 JR 大本線の JR 土崎駅と土崎新名車があり、西部にはセリオン中心から南東すぐには JR 東日本の秋田総合車両センターがある。東には陸上自衛隊秋田駐屯地が隣接する。東は将軍や西は秋田運河を挟んで向かい浜、南は寺内、北は飯島と接する。毎年7月に、 土崎新名社の霊祭であり国の重要向け民族文化財に指定されている有層な祭り土崎新名社霊祭が行われる。川瀬智恵水、秋田崎土崎は小物川の河口に位置する港町である。もともとは平安時代の江戸討伐軍が拠点として築いた秋田城への物資の補給などに利用された港であった。これが元で昔から海運で栄え、 室町時代には、海の豪族とも言われる安藤氏が、港城を築き水戸な港の一つに数えられ、江戸時代は、佐竹市久保田藩の藩校であり、北前船の寄港地でもあった。土崎地区の住所は、秋田市土崎港であるが、これは1889年の調整施行時に、土崎港町として登録していたことに由来している。現在の秋田港は、 当時の土崎港とその周囲に建設された。明治以後、秋田市とその周辺では、油田開発が進んだ。昭和時代前半には特に、八橋油田の産油量が多く、秋田だけで国内産油量の70%以上を誇っていた。そのため、八橋に、近く、さらに鉄道でも、船舶でも輸送が可能な土崎には、大規模な製油所が立ち並んでいた。 太平洋戦争末期の1945年8月14日には、100機以上の B-29 から、この製油所の破壊を目的とした空襲を受け、土崎地区を含めて250名以上の死者を出した。これは、太平洋戦争最後の空襲とされている七市に、対する空襲の一つである。八橋油田は、戦後も開発が続き、昭和三十年代に全盛期を迎えたが、 現在の年間産油量は前世紀の1、10以下にまで落ち込んでいる。土崎にあった製油所は秋田港に大型タンカーが接岸できないことや消費地から遠いなどの理由により廃止された。土崎港町は戦時中の1941年4月1日に秋田市へ編入され、戦後は宅地開発が進んだ。 特に国道5号のバイパスとして付設された土崎山王を通る片側に車線の秋田、天王線は宅地の発展とともに秋田の大動脈道路となった。なお、現在はさらに海側にバイパスが通り、そちらが国道7号になっている。現在の土崎港地区は住居表示実施後の町名を基礎としたものになっているため、旧土崎港町全域を包含しているものの他、 地区であった地域も含んでいる。土崎港地区内の旧町名と由来は以下の通りである。秋田市編入後は、これらすべてに土崎港が関される。おおむね北から順に並べているが、寺内や座将軍やは南北を問わず、土崎港地区の東一帯を占める。旧町名は現在でも土崎港引山祭りの町内名として残っている。 一般国道主要地方道一般県道土崎港町に関するカテゴリーありがとうございます。